ーバーの後継機を選定する第1次 FX で、ブラマン F11F スーパータイガー内定の背後に、黒い金が動いていたことが疑われるようになると、計画は白紙となりました。もし、そのまま導入されていれば、ブルーインパルスの機体になっていたかもしれませんよね。1959年、再調査が始まり、当時の源田稔航空幕僚長が渡米、乗ってみなけりゃわからんとして、F104 をはじめとする候補機に登場します。このフィルムは、F5 フリーダムファイターに登場する源田さんです。さすが、現役パイロットの幕僚長ですね。源田サーカスの血が騒いだのでしょうか。そんな元気な彼ですが、現場では厄介者扱いされていたそうです。おじいちゃん、危ないから飛行機には乗らないでね。って感じだったんでしょうか。